はずい。毎度。みんな元気してた？最近新作のコールオブデューティーが出て、もうのめり込んでしまって、気づいたらゲームばっかりして引きこもってました。ジュエリです。早く釣りの動画も見たいって割とたくさんの方から言っていただいておりまして、でもこれが全然釣れんのよ。夜釣りとか結構行ってたんですけど全く釣れんくて、もう釣れへんなら潜って着いちゃえってことで素潜りをするんですけど、一人でやるのはさすがに危ない、知識もないし漁業権とかよくわからないんで、とある方にお助けさせた、とある方にお助け願いました。多分あの辺にいるんですけど、というわけで今回はあちらのマサルさんのお力をお借りしつつ、私も素潜りに挑戦していきます。早速泳ぎやすい格好に着替えていきます。お高いね、ウェットスーツって10万円ぐらいしたわ、マジでジージー。あ、来た来てくれた。先ほど紹介したマサルさんでございます。よろしくお願いします。あ、お願いします。お願いします。ほら、足にこんなんもつけて、これ用意してくれてた、ありがとうございます。いえいえ。じゃあ、よろしくお願いします。帽子も買った、帽子。髪の毛がこうシャラシャラ出ちゃうから邪魔やねって。あとね、ほら、一番でかい GoPro 9ってない、ない、 GoPro のない、これも買って、あとこのメガネはマサルさんが用意してくれました。ありがとうございます。はい、いえいえ。ありがたく使わせていただきます。はい、これも持っていって。はい、お願いします。優しい人がいっぱいいるな、世の中って。寒いさ。寒いんじゃ。寒いんじゃ。似合う。似合う。すいません。で、これで帽子をかぶる。帽子かぶったらもう一流、一流です。今回はマサルさんの BGM までお借りしてマサルさん風の動画に仕上げようと企んでいるのですが、改めて撮ると何喋っていいか分からへんな。これ綺麗な海です。マサルさんが持っているのは水中銃、漁業権がある人はこれを使って漁ができます。ここでマサルさん何か見つけたようです。水中を優雅に泳いでいたのはアオウミガメでした。深いところまで泳げるマサルさんがカメラを持ち、近くから撮影してくれました。時々オスのウミガメはメスと勘違いしダイバーを襲うこともあるようです。そんなウミガメが私の方に近づいてきました。
イプじゃなかったみたいです。ウミガメとのドキウミガメとのドキウミガメとのドキドキを味わっている中、マサルさんは何か目ぼしいものを見つけたようで。潜り始めました。これがすごいよね。垂直に潜るのも難しいし、思ってるよりも深いし、さらに海底で魚を待ち張るよね。エラ呼吸？どういうこと？その場で脳天締めをして、エラも切って血抜きもします。取れたてのお魚です。なんていう名前の魚なんでしょうか。ちょっとわかんないです。キッスをして、もうついでに内臓も取り出してしまって、エラも取っておきましょう。一度陸に戻ります。帰り道、思わず私も水中獣の真似事を。これオープニングですか。オープニング寒いでしょうね夜になりイザリ来てますね。早速ちょっと寒かったんやろうな。イザリっていう、まあ何ていうんですかね、海面から歩きながら魚とかを取っていく、漁法をねやっていくんですけども、まあ俺素潜り漁師なんで、まあ、あんまりやり方知らないんですけど、まあ、一応ね案内しようかなと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ピンマイクもお借りしました。ラッキー、いっぱい取るぞ。あー、ほら見て、皆さん見てください、真っ暗な道。こんなピンクのエクステつけてる人は行く場所じゃないですよつけさせてよ、ピンクのエクステ。あ、照明消します。そう、消してみよう。ほら真っ暗、こういう道の先に海があるんですよね。ほらほら、もう重いそうやもん。なんかいないっす。いや、おらんねよいないみたいです。あ、ちょっとヤドカリかな。あー、行ってないかな。あらやん、ごめんなさいね、小魚さんたち。つけないこともないですよこれ。あー、でもちっちゃい。でも食べるにしたら、あ、カニ見て、カニ、これ。あ、それ何、そのカニ取っても大丈夫。取った、やったー、カニ、ほら、カニ、カニガニ、やったぜ。何ナマコ？四角ナマコですね。キャッチ結合組織、見える？キャッチ結合組織の説明してもらってもいいですか。キャッチ結合組織は結キャッチ結合組織です。実践しますか。やる。よし、人差し指と親指でこう、そうそうそう、そうやってずっと
押してたら結構強めに。どれくらいかかるん？1分ぐらいですね。つくってことやな、私の親指と人差し指がこれ。そうですよ、貫通してつくんやんな。なんで柔らかくなってないですか？あ、柔らかくなってると思う。あ、すごいすごい、キャッチ結合組織がすごい。ほら、こうやって内臓が出てくるんですよ。あ、天敵から身を守るため。そうそうそう、全然これを出してる間に逃げるっていう、うん、マサルっていう人のチャンネルで見てんなこれ。知ってる？あれ面白いで。確かにあの人マジで面白いですよね。うわーすごい、いやー美味しそう。見える？お魚、これどういうこと？寝てるってこと？横向きに寝てんの？起きちゃった、起こしちゃった。あ、なんかな私下手くそなんかな。ザコダウン、もしかして。はい、郊外がいますよ。え、なにこれ、下下取っていい？大丈夫、入ってる。やった、ゲット。あ、見て、あ、怖い人。ザコの中にですね、うん、この横ハゼおるな。手でいける、行く。え、2匹おんで、つがい、両手で行った方がいいですね。両手、お前もついでに来い。よっしゃ、ダブルゲット、よっしゃやった、ダブルキル嬉しい、やった、やっと取れた。え、全然盛り使ってないけど、いいや、もういいんだよ。結局使わないっていう。結局 手が一番強いですね。見てこれ、食べれるらしい。下押し取っていいですよ。めっちゃ美味しそう。これ見て美味しそうっていう女子いないです。あ、ここにおるわ。これこれな、いい、あ、いっと、いけた、やった、足りひんって、足りひんな。ちょっと見してや、プロ。実は取る技術よりも一定能力の方が大事だった気がする。俺こんなちっちゃいの取んのか。さあ、マサルさん取れるのか。いや、さすがに外すわけないっすよね。お、お、すごっ。頭刺した。え、いいじゃないですか。うわ、何これ。え、これ猿じゃない。完璧。かわいい。唐揚げ。唐揚げ。唐揚げにしよう。一つ聞きたいですけど。うん。はい、何？鼻の汚れはあれですか？演出ですか？え、どこ？これ。言ってや、もう。ひどい。ジェスチャーになってるんですけどね。すごい綺麗に見えるこの角度、いいな。この家、この家持って帰ろうかな。さあ見て、ほら、はい、花丸雪ですね。花丸雪、これは謎の飛びハゼですね。飛びハゼ、カサゴみたいなやつ。カサゴ、シマハギ、ちっちゃ、イソアワモチ、うん、クモガイ、うん、イワガニと、サガムシからやるんですね。そうですね。その貝殻持って帰っていいやつ。これ割らなきゃ食えないですよね。あ、なるほど。あ、いけるよ。いけるかも。天才やん。あ、すごい。見て見て。大丈夫です。あ、意外と。貝柱があると思うんですよ。そっか。できるだけ。見える？目がある。あ、いけます、いけます。これ真ん中は何？口？それ口ですね。うわ。臭くない？あ、全然臭くないですよ。なんか貝も。貝みたいな、貝の香り。これは、うん、女子は臭いっていう匂いですよ。ほんま、うん、めっちゃ酒に合いそうな。あー、確かに。ほら、嗅いでみ。何だかの貝なんですよ。マイナスドライバーで割るんですよ。もう割らなあかんから見てほしいけどさ、この貝殻も可愛いんよ。ほら、裏もこうほらギザギザになってて。昔のお金ですよ。お金？それ昔のお金ですよ。これで？そうそうそう。お金落ちてるってこと？海に。そうなんですよ。どういうこと？サガムシやります。やったことないんでお願いします。私もないで。ないんですか？バターで炒めて避けるじゃん。なんで YouTuber2 人って2人とも調べないんですか？いや、調べたら負けやろ、これは。おお、うまそう。ちょっとちょうだい。ほら、貝が美味しいんですよ。くなってなってきた。やっちゃうで、酒。あ、どうぞ。どうやろう。
ゃあ蒸す。酒蒸し。で最後に醤油をちょっとだけ香り付けのね。美味しい美味しい。これバター焼きっす。これはなんだっけ。磯あもち。磯あも泡もち。磯泡もち。あーすごい。これ貝になるの。一応貝ですね。海牛とかに近い。うわすごい色。海藻食べてそうな色やな。下処理大変やな。そうなんですよ。もうちょい数取ったらなんか袋とかに入れてなんか揉んだりするんですけど。うわ。どれって色変わったねちょっと。なんか感触も変わった気がする。普通の人はこれ初見だと結構衝撃があるんですけどね。切れるねこの包丁。いいでしょう。みんな。めっちゃかけますよ。かけるよ。わあ濃い味好きそうですもんね。好きそう出すからね。好きそう。魚ね、うまそう。全部入らないですね。あ、美味しそう。あ、もういい香りがするよ。162、私嫌だなこれ。後ろ見て、料理対決みたいな。確かに。じゃあ全部盛り付けます。全部出してくれるお皿とか。アレクサがいる。かわいい。完成。すっごいセンス。小物がおしゃれなんよ全部。でタイトルお願いします。じゃあタイトルまずこれから。ああ、これは変な貝のバター醤油焼きですね。なるほど、変な貝のバター醤油焼き。はい、ではこちら。こちらですね。食べましたね、今。魚の唐揚げでいいですかね。魚の唐揚げでございます。ではこちら。これ磯あもちでいいんじゃないですか、ね、お、なるほど、はい、磯あわもち、はい、それではいただきます。すごい。どれから食べる。足が薄いものから最初いってほしいんですよ。なるほど。磯あもちから。あ、でも表面がやっぱりまだ苔みたいな。いただきます。あ、みたいな。あー、なんかちょっと海藻っぽい匂いみたいなね。確かに苦味がくる。酒に合うやつやこれ。え、美味しくない。美味しいです普通に。美味しい。こんな見た目ですけど居酒屋とかも売ってあったりして。飲みたい。今日飲まれへんねん今日。なあ、マジで飲みたい。マス味噌で。あ、すっごい食感。あ、やっぱうまいっすよね。うまいうまいうまい。酢味噌が合う。合いますよね。これ酢味噌やわ。次はバター醤油炒め。あ、酒蒸しいきましょうかね。あ、これもう一口でいっちゃってください。これマジ今回何回も食ってますか。今、はい、じゃあ遠慮なくいってください。いただきます。これは飽きまへん。美味しいですよね。めちゃめちゃうまい。これめっちゃうまいわ。うまいですよね。めっちゃうまい。なんかまろやか、なんか癖がないみたいな、うん、ない感じですよね。はい、え、マジで飲みたい。飲みたい。パリパリ言ってる。いけた。マジ？うわ、すごっ。あ、取れた。いただきます。あ、やらかっ。めっちゃやらかい。さっきの大きいやつより全然やらかい。何の味ですか？うん、貝。貝。なんかこれ塩で食べるとアサリっぽいんですよ、結構。あ、そうなんや。はい、貝ですね。美味しいの。唐揚げは一緒に食べよう。食べましょう。カニ行こう。カニ出ていく。カニ行こう。でもここが美味しいと思いますよ。ここ胴体部分が。この辺ね。はい、いただきます。あ、普通に美味しいですねこれ。うん、お菓子みたい。パリパリ。もっと取ればよかったですね。これうまいな。うん、揚げると全部食べれるからいいな。いいですね。うん。うまいですねこれ。うまい。あ、食べてみてください。うん、ほどいけると思いますよ。うん、いける。いただきます。あ、魚や。これも普通に売ってます、スーパーとかで。あ、そうなんや。美味しいもん。食べてください、カサゴ。一匹しかいないんで。いただきます。あ、全然違う。身の部分が分厚いよ。結構大きかったですもんね。うん、左の中では。ほんまに飲みたい。ぐらい引っ掛けたい。最後ハゼ。ハゼ行こうか。ハゼ。今になんてハゼ行くんですか。そうよ。
あ、これが一番好きかもしれないです。これうまいな。これうまいっすわ。これうまいな。これうまいっすわ。あ、これめっちゃうまいわ。うまいっすね。まるではず。味が濃い。めっちゃ濃いっすよね。うん、濃い。おいしい。ということで。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。やっぱイサリやっててよかったわ。無理言って。ありがとうございます、本当に。はい、あげるだけやからな。もうちっちゃいのいっぱい取って、塩コショウつけてパンってあげるだけで。そうですよね。つまみやから、はい、今日は飲まれへんねんけど。で、最後の最後にハリセンボン取って、あー取れましたね。そう、私もともとハリセンボンが欲しくておらんかなって思ってたら目の前に乗ったもんな、あれいましたね、びっくりした。しかもちゃんとつけたんで、ハリセンボンはちょっとやりたいことだったから、それをまた手伝ってもらいます。ということで、はい、イザリ会お世話になりました。めっちゃ寒かったけどな。はい、寒かったです、ね、美味しかったです、はい、ありがとうございます。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、ジュエリーとマサルでした。バイバイ。勢い大丈夫。すごいよ。2秒で後方がマサルだった。あ、リロードの方がある。ちょっと歯もちゃんと下に、ほら顔入れるシーン撮りたいです。やっぱここからちょっと顔突っ込んでるシーン、そっからは痛いです。ここにこうやって顔突っ込んでる、あの髪がな、誰が嬉しいこれ。